ギドン・サールは、イスラエルの政治家、国会議員。リクード島に所属しており、教育大臣、内務大臣を務めた経験を持つ。また弁護士の資格を持っている。ギドン・モーシェ・サレチャンスキーという名で、テルアビブに生まれる。母のブルリアは、ブハラ系ユダヤ人の子孫にあたり、父シュムエルは1960年代中頃に、アルゼンチンからイスラエルへ帰還した、ユダヤ人で、小児会であった。 弟と妹が一人ずついる。二歳の時、家族でイスラエル南部のミツペラモンに移住し二年を過ごした後、同じく南部のキブツスデー・ボケルへ移り住んで5年間を過ごした。その後、再びテルアビブに戻り、現在に至る。父シムエルはキブツスデー・ボケル滞在中、そのキブツの医者として働いた。1982年、ギドンが16歳の時に、両親は離婚した。 高校時代、右派政党、ティヒアーを支持し、政治活動を行い、さらには、中高生支持者の代表者として選ばれた。1987年に軍隊に入隊、ゴラニー旅団に従事するも訓練中に負傷し、しばらく情報収集部隊へ回されることとなった。その後、ゴラニー旅団に復帰退役後も36歳まで予備役に従事した。軍隊退役後、 たった2年間で、テルアビブ大学政治学科学士を優秀な成績で、終了した。大学中、右派であるにもかかわらず、週刊誌、ハオーラムハゼの記者として採用され、政治コラムを担当。ペンネームは、タフテフェッドだった。その後1年半、新聞社、ハダショットの新聞記者として、主に政党問題を取り扱った。1993年テレビ局、 アルウツシュタイム立ち上げに際し、法律分野の新聞記者として、その一端を担った。その後、テルアビブ大学で法学を学び、1995から1997年に、国家法律顧問、ミハエル・ベン・ウーリーの助手として、1997から1998年には、国家検事、エドナー・アルベルの下で働いた。1999年始め、第1次、 ネタニヤウ政権の政府秘書に任命され、半年後の選挙敗北による政権交代までその役を担った。その後、個人弁護士事務所を設立するも、2001年第一次、シャロン政権が誕生し、再び政府秘書に任命される。サールは第二次インティファーダーに伴って起きた、ジェニンの戦いやイスラエル軍の盾の壁作戦に、 ミッチェル調査団を送ろうとする試みを防ぐ役目にあった。2003年第16次国会の選挙で国会議員になり、第2次、シャロン政権にて連立政党の援助代表となった。ガザ撤退に反対し、二度役職を辞任するも、シャロンの頼みにより再び帰ってくる。2006年の1月12日、陸ウード党内選挙で5番目に選ばれ、第17次国会選挙で2度目の 国会議員統制を果たした。国会副議長に選ばれ、また2006年5月には、女性地位推進委員会の議長に、開設率以来初めての男性として選ばれた。その後教育大臣、内務大臣を歴任した。2014年に一旦政治の世界から身を引くも、2017年に復帰を表明。2018年10月、ネタニヤウ首相はサールが次選挙後に、 首相の座を狙っていると言い,い、激しく非難する。サールは誤った疑いがかけられていると主張。2019年の選挙直前に、両者は和解に至った。この選挙直前に行われた陸ド党内選挙では、サールは5番目に選ばれた。ありがとうございます。